日本製鉄はワイヤーロープなどを手掛ける東京製工への TOB 株式公開買付けが成立したと発表しました TOB は東京製工が反対する敵対的 TOB となりましたが日本製鉄の持ち株比率は9.9%から19.9%に高まります日本製鉄は東京製工の業績が低迷し 経営体制にも問題があるとしていてこれまで以上に改善を求めていく方針です。